回の3回戦は1名の脱落者を多数決で決めていただきます。急に一人死ねみたいな言うてるわけやんか、そんなカリカリしないでください。いやいやいや、せーのあんたたち最後罪悪感なく殺せるかなって思う。いや、ボコボコにしてるからな。いよいよ、残り2ゲームまで来ました。で、この並び、まあ、さっきね敗退された方たちなんですけど、敗者復活戦をちょっと行いたいなと、ここでここで、それでは敗者復活戦のゲームをルール説明いたします。今から5分間皆様で話し合っていただく時間を設けます。話し合っていただく内容は自分以外投票となります。誰を本戦に復活させたいか5分間皆様で話し合っていただきます。よろしいでしょうか。要は投票が多かった人が本戦に行くと。そうです。これは何人行くんですか。3名3人の方が。3名最も支持を集めた3人が本戦に復活するということですね。はい、なるほど。はい、今までの行いが出るってことですね。出るってことですね。まあそうですね。じゃあ今から5分間、はい、はい、話し合いしてもらいたいなと思います。ちょっと集まりましょうよ。いきなりこれすごいっすね。敗者復活組で全員いるもんね。あ、分かれた敗者復活とあれで分かれた。どうする。いやでもその優勝これで話して、仮にこの中で優勝出たらどうなるんですか。みんなで山分け。山分けしかないもん。じゃあそこで、まあだから一人約80いかないぐらいじゃないですか。山分け。全然山分けしましょう。誰が一番話せなかったんだ。やっぱり。あのここはジョイさんでいきましょう。ジョイさん、マジで正直、言うとこの中でその出てた人の中で多分一番おもろかったし爪痕も残す。いや間違いないです。安心面が。でもあっちから一人、こっちから一人だったらもう一人余るから、あっちに二人行かせる必要はないと思う。確かに票で言ったら敗者復活組は 3人中2人選べるぐらいな感じ。誰が一番信頼できるんですか、この中で。あ、そ僕らっすね、多分、うん、僕らはそれで生きてきてるんで、うん、でも信頼できるとしたら、はい、まずミッキー君は僕裏切ったら、ね、払わなかったらもうやばいですから、ね、まあ、そうです。勝つかどうかとしてはあれですけど、こっちミッキー。はい、ここから話は終わり。話は終わりで黙ってください、全員。投票は一人ずつ。他の参加者は誰を記入したかわからない。打ち合わせ通りに投票しなくてもバレることはない。果たして復活する3名は。ラスト、これがラストの投票と。はいはい、ありがとうございました。以上で自分以外投票は終了となります。2人は順当にいったのかなとは思うんですけど、こう3人目がこういう残り方するのかっていう、ちょっとどういう話やなっていうのか、ちょっとそこを不思議に感じる、ちょっと予想外の人が1人いましたね、まあ、多分その話し合いから外れた人の票なのかなっていう、まあ、謎ですけど本当にね。でもなぜそこに集まったのかっていう、狙った票じゃないですよね、その通りとは。奇跡の3人目がいますね、はい、では光様、1人目の復活枠お願いいたします。はい、1人目の復活は5番ジョージさんです。ありがとうございます。5番は一歩前へ。全部で7票を獲得してました。はい、そして続いて32番ミッキー。ありがとうございます。合計9票ですね、獲得です。こうなると集中しすぎなんですよね。そうなんですね。そうここであれってなるはずなんですよ、そして最後の1人なんですけども、
なんとですね、たった2票で勝ち上がってます。たった2票です。19番氷川さん。本人もひねくれ者が2人いて、なぜかたまたま19番を選んだという。誰が投票した？19番入れた人はこのピカールとこのなぜ最後の最後で打ち合わせで声かけられたんです、はい、氷川さんから、はい、お互い入れ合おうということで。お互い入れ合ったってこと、うん、ただあの残念なことに氷川さん1票も入ってないです。えぐいやつだよお前。あの誰に入れた、ちょっと見てみないと分かんないですけど、多分ミッキー入れてた気がするけど、あそこでミッキー入れてたと思う。多分思いますか。もうここでご挨拶させてください。昔イケメン、今残念。さようなら。良いお年を。ただピカールさん1票入っててもどうせ負けてたんで、まあどうせ負けてたのは負けたんですけど、一応はい。いやもういいです。なんで入れたんですか、氷川君。まず最初に話し合いでジョージが多くて、でなんかこの金玉みたいなやつらもジョージジョージ言ってたから、そのひっつきうんちになるのはちょっと嫌やなと思って、自分のプライドで。くれたな。それで騙してもうジョージに入れるって言って、そのまあ視聴者投票の氷川君に入れたみたいな。おー、19番氷川さんに関しては視聴者票から勝ち上がってここでも勝つという、いやすごい、なんか本当のラッキーボーイっていう感じで、本当にみんなのおかげで生かされた3人にそれぞれちょっと一言ずつ残りのメンバーに対して一言ずつもらっていいですか。9も入ると想定ではなかったんですけど、まずでも普通にチーム9人いたら4号とかに分けたら両方勝てるから。そうなんです、そうなんです、それだチームの勝率上がる戦略取るはずですよ。それだったんですよ。だから呼ばれた時に票数言われて、と思う。もう一人は誰だったと。僕が投票したかったです。26番に全員投票する、5人ぐらい投票するっていう、はい、流れがあったけど全員裏切ったっていう。裏切ったってこと。確かに。いや分かんなかった。確率で言ったらね、両方通しといた方が本当はね。まあね、すごい、まあ、謎の間ね。そのおかげで氷川君が受かったってこと。まあね、だから奇跡がなんか起きたってことね、ここでね。すごい。僕も僕に票を入れてくれてた7人の方に対しては山分けする予定なんですけど、はい、ちなみに山分けっていうのはどれぐらいの分配なんですか。全員均等なんですか。いや、それは違います。え、それ決まってはない。それ均等じゃないです。いくみいくら払うんですか。8万す。いくみ8でかいから。普通に1も乗っけろよ。貸した1も。じゃあ9な。9じゃあ切りよく10だ。9でいいんや。10でいいよ。10です。10でいいんや。10でいいわ。10で。なるほどね。ありがとうございます。じゃあ、ラッキーボーイの19番氷川さんお願いします、はい、ラスト。本当に正直もう終わったなと思ってたんで、本当に入れてくださった2人の方に、どちらもねバーをやっててちょっと経営するっていうのを言ってたんで、本当に1000万取ったらちょっとね、本当に何か手伝うことができれば、恩返しということでできたらいいなと思って、ちょっと盛り上げれるように頑張るんで、ありがとうございます。はい、敗者復活戦自分以外投票、ジョージ、ミッキー、そしてまたしても氷川智也が選ばれた。はい、では残り2ゲームですね。敗者復活戦で勝ち残った3名、はい、リザードとコラボでちょっとあそうですね、リザードコラボの下克上とリザードコラボでちょっとね服を着ましたけど、めっちゃいい。はい、もらったサイズある、サイズあるかな。では、この12人でラスト2回やって1000万を争ってもらおうかなと思います。いよいよ始まる下克上第3回戦は3人1組のチーム戦。各組のチームワークは完璧っすね。完璧やな。これで裏切ったやつ、まあ、首切、親まで恨む、親まで恨む、小指切ろ、小指切る。俺が一番怖いね。ガチやね。俺ら負ける気しやんもん。もう負ける気せんの。絶対俺ら勝つから。頑張りましょう。お願いします。バッチリ、バッチリ、バッチリ。じゃあ3人の意思疎通が取れてるっていう、うん、好きな
女性のおっぱいのタイプ。オッケー。せーのでいく。これがね、合うか合わないからね。これあったら間違いないよ。せーの、せーのでいくよ。せーの、Cカップ。G だろ。しかも S カップでちょっとボケてるやん。ああ、そっちや。普通にごめん、F カップ。エナジードリンク。判断や。F カップを S カップって言っちゃった。ダメだよ、それは。G だ。まあ、我々は仲間ですからね。いや、本当に組みたくなかったけどね。でもここは、マジで運いいですよ。マジで。オーディションから。いや、俺らは、俺らはね。ここはね。そうなってくるともう話変わってくる。2対1の構図になってくると話変わってくる。実質2対1。正直、私は、組むと思わなかった。今、ま、なんかこの3人になってることに驚いてます。はいはいはい、確かに。ただ一つ、まあ、実質2対1ってことでずっと思ってだったら俺はもう次のゲームで裏切るよ。じゃあもう裏切ります。ダメよダメよ。ということで、なんとか頑張ります。締めるな。そうですよね。もうめちゃめちゃ長いですよ、うん、やっぱなんか正直あのクズの人たちって花ないんですよ。俺ここでやっぱ花あるんで。間違いない。それだけでもめちゃくちゃ有利なんですよ。いやまあもう一回死んだ組なんで。一回死んだ。そうですね。だから二回以上死んでるんで。死んでます。はい。だから死んだ結構九十三。そうですね。確かにね。即席チームですけど、はいはい、やっぱその心は繋がってる、はいはい。死んだやつのために頑張って。はいはい、バランスいいと思います。はい、気持ち一緒なんでね。そうです。みんな背負ってるんで。はい。はい、行きたいと思います。よろしくお願いします。この後結束を見せるクズたちに過酷なゲームが待ち受ける。皆さんかれこれ 7,8 時間一緒にいますけど、やっぱり仲間意識とか芽生えてくるもんですか？もう完全仲間っす。仲間ってどの人たちの仲間っていうんですか？ミッキーは違うか。敗者復活は違う。敗者復活は違う。ちょっとね、いや違う、ね、違う、絶対潰した。汚いっす、マジで。じゃあ、そんなこうね、3人1組の皆さんにね、次のゲームしてもらいましょうか。今回の3回戦は皆様にチーム戦で戦っていただきます。ゲームのタイトルは仲間割れ投票です。それぞれのチームの中から1名の脱落者を多数決で決めていただきます。なお話し合いの時間は各チーム5分となります。時間になりましたら自身が最も落選させたい方に向かって指を指してください。2人から指を指された方はその場で即脱落となります。ルール説明は以上です。それではヒカル様、皆様に一言お願いいたします。いややっぱりこうね、長くなった皆さんにふさわしいゲームなんじゃないかなと思います。ここ一番最大の裏切りを僕はちょっと見たいのでね。まああの一致団結はもうできないですから。であと一つ言えるのはもう1000万手にするのは一人です。分け前がどうとか言ってますけど、口約束なんで全部裏切れますよ。勝ったやつが正義なんで、それを頭に入れて誰か一人を指さしてもらいたいなと思います。それでは一チームずつ今から5分間の話し合いをしていただきます。どのチームから始めますか？ちょっと待った。ミッキーさん、俺このクズの中で一番ミッキーさんがまともだと思うんですね。はい、私はミッキーさんに託したいです。え、受け取ってください。え、これな、さっき入ってたやつパンティー、僕の。ありがとうございます。まあ、全部使い勝手のどれか使ってください。あ、メガネも。おお。普通にかっこいい。おー、ありがとう。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあミッキーはそれで、この魔法戦やってもらいますね。おー、まあ、ビカールの衣装受け継いで選ばれた、選ばれたということで、それを履いてこれで仲間割れに履きます。最初に仲間割れ投票を行うのは、かけぞう、ししゃも、パクマイゴーヤ、てんてん。それではこのチームで5分間の話し合いをしていただきます。準備はよろしいですね？はい。用意、スタート。よし、もう僕は一人ずつ選んで、まあどういうふうにね、落ちるか分かんないけど、うん、その方法がいい。誰かを落とすってことはこれでしたくないな。ランダムでだからこうでしょ、うん、シアモがてんてんてんがこれってやれば一人ずつになるじゃん。
そうしてね、これはそうしてお互いに差し合いながらってことさすがに、うん、チームサンデブトリオはね解散したくないから、うん、まあ、誰かが、ね、落ちちゃったらそれはしょうがないけど投票で落とすっていうのはやりたくない。なるほど、うんうん、どうかな試写も的には、うん、試写も的にはやっぱちょっとやっぱこれにかける思いをちょっと2人から聞きたいなと思ってて、うん、俺はガチで取りに行きたい。うん、分かるよ。それは一緒。一緒だよ。一緒。落とす落とさないとか別として、うん、分かるよ。俺は取りに行きたいと思ってる。どう？ちょっと聞きたいんだよ。うん、あ、言って。まあ、俺もまあ住所もね、電話番号もさらしてるからね。うん。で、まあもちろん親とも揉めてるし。そういうことガチなの。そうだろうな、ガチだからな。で、まあ俺着凶になったよ俺会社やってる、会社勤めてるけど会社の人間からもかなりね後ろ指刺されてる状態。まあでもそうなっても1000万取りたいっていうやっぱ思いがあるから、うん、ね、俺もめちゃめちゃかけてる正直、うん、まあそこはみんな一緒か、うん、だから傷つけ合いたくないんで本当に仲良くなりすぎたら頑張っちゃうんでしょうねそうね、もう借金ね、借金2000万、自分のお金1000万かけてもうずっと風俗行ってきたけど、やっぱ全国の風俗場に全員が俺のこと知ってるくらいまで行きたい、ね、かける思いはもう一緒なのはずっと話してきて戦ってきて分かってるから、ここでの裏切りはちょっと裏切りというかそれはできないな。俺はしない、少なくとも。でもこれせーので指さすんでしょ。だから俺はもうだ、単純にこういうことでしょ。俺はそれをするだけ。まあもう攻めたくはないよね。うん、それはそう。そのオーディションの時の裏切りとかうんぬんっていうよりも、うん、まあ同じ温度感で今この場に入れるわけだから死者、うん、も泣く。カニが悩み出したちょっとね、真面目クズはきついぞこれはきついぞこれ。いや俺もいいやつクズだからきついんよ、心が結構痛い。まあみんないいやつよ。いやまあでこれだからさ、誰になるか分かんないっていうのでそこを運にした方がさすっきりしない。それしょうがないじゃん。そしたらなるほどな、納得できんじゃん。あ、じゃあ指差しトライアングル作るってことね。そうだね。でお願いしたいです。お願いします。なるほどね、うん、これはいいですか。全然いいですか。行きましょう。話終わりましたか。はい、終わりました。おー、はい、光様のせーのという合図に合わせて皆様指差しを行っていただきます。それでは光様お願いいたします。いきます。せーの。分かっていたよだろうな。俺はディベートもしなかった。お疲れ様でしか言わなかった。ありがとうなお前ら。もう一回さらせる。090。いや何のためにだよ。3819-8236松井和也だ。東京都足立区等は1-31-9ノベルコート502号室。最近防音を防音にしたんでどんだけ騒いでも大丈夫です。お待ちしてます。100枚ちょっともうちょっと傷つけていい。あげぞ。うん、行こうか。さあ行きましょうか。よし、はい、じゃあなクズ様、はい、バイバイじゃあねー危ない危ない。はい、というわけでね、あーマジか。死者もかけぞ3番15番が生き残りで、はい、次戦ラストステージに進出です。ありがとうございます。残ったな。残ったわ。残ったこの2人。しゃーきせーきせー。白米坊やてんてんを見捨て、かけぞうとししゃもが決勝に駒を進めた。では次のチームの方お入りください。敗者復活組。はい、あれ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 倒してるわ。うるそう。想像の何倍もおもろいな。女のちょっと可愛い。可愛いらしい。可愛い。お願いします。あ、こうなるんや。美少年が入ったらこうなるんや。こうなるんだな。全然変わるな。まあまあ確かにな。一瞬意思受け継いだんで、ピカールも、と、匂いはする？ちょっと、そまあまあね、それは結構入っとったからね。緊張もしてただろうしね、うん、それでは、今から5分間の話し合いをしていただきます。
脱落者を一人お決めいただきます。準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは5分間の話し合いスタート。だけどめちゃくちゃ厳しい状況ですけど、はい、なんか自分が思ってることを一人ずつ少しずつ話していった方がいいと思います、うん、はい、嘘ついても多分しょうがないと思う。僕はまあこのミッキーさんこうやってやられて、まあ、恥かいてるじゃないですか。で、まあ、これがみそぎとかそういうのもいろいろあると思うんですけど、やっぱそうなってきた時にやっぱみんな見たいとかって思うと思うんですよ。結局誰を3人で残すのってお客さんに選ばせた時に僕ミッキーさん残ると思うんですよ。そうなったら僕か氷川さんのどちらかが落ちるんじゃないかなってこの状況で僕思ってるんですよ。だから僕は氷川さんに刺すと思うんですよ。そうなってくると氷川さんは僕に刺した方がいいと思うし、あとはだからミッキーさんが僕は決めればいいかなってのが僕の意見です。僕じゃあ次ですか。はい、本場に同じ意見で、はい、まあ、僕も、まあ本当にねこうやってめっちゃ運よく上がってきてまあここで3人で団結してじゃあ頑張ろうと思ってたのにまあこうやって仲間割れっていう形になってほんまに悔しい思いはあるんですけど、まあ、でもほんまにこうやってやっぱりミッキーさんがこうやってねピカールさんの衣装を受け継いで、まあ、めっちゃ似合ってるし、でも足毛も剃ってるし、まあ、ほんまに脱毛で、はい、めっちゃ似合ってて、ほんまにまあ僕も正直今回のこの投票ってミッキーさん次第やなと思ってて、うん、絶対多分僕ら同士で多分指差して最後ミッキーさんが決めていただくって形多分なると思ってたんで、僕もほんまにジョージ君と同じ意見で僕もジョージ君にさして、まあ、あとはもう運に託してて、まあ本当にもうね本当にこれはもう恨みっこなしで、それ本当にもう誰頑張ろうっていうので、が落ちる、そうなんですね、確実に落ちると思う。ちょっともう一個受け継いだものあるんで、あげます。俺これ笑いにできる実力ないっすよ。チーカマだけ渡されこれ相当むずいっすよ。すいませんすいません、はい、いただきます。ピカールさんが受け継いだんで、はい、逆に僕落とされるんかなと思ったんですけど、いや普通に、いや僕単純に、はい、僕と氷川さんがミッキーさんを指さして僕たちが残った時に集まるのがヘイトなんですよ。あいつらってなるならミッキーさんを生かしてその2分1 50% をにかけた方が僕は気持ちいいかなって思っただけです、うん、でもうラッキーだしここまで来て、はい、ミッキーさんと同じチームになってそうそうっていうのがもうラッキーやなって、はい、でこうミッキーさんに対してすごいミッキーさんミッキーさんって言ってるとミッキーさんのファンがジョージ結構いいやつやんっていうそこまであるんでそこも込みでミッキーさんです。なるほど。重た俺こんなアパかけてしょうで、ね、いい人が集まるとこうなるんやな。まあ分からんけど最後までまだね。そうっすね、蹴落とし合いがだからミッキーがどっちを落としたいかに指を刺すっていう、うん、いそう落としたい方に。僕オーディション見ててすごいやっぱジョージさん能力高いなっていうのを思ってたんですけど、なんかその勝ち上がり方がめっちゃ下克上にふさわしいのもあって、いや究極の選択すぎて、もうこれミクさんタイミングで大丈夫です。すごい真剣なシーンのはずなんだけど、なんでこんな笑えてくるんですか。どっちか、いやいやそうです、いやいや本当に、いやここは、ま、何の確執もないんで、ちょっと待って、選ばれる側が一番悩んでるっていう、不思議な。その格好面白い。うわガチ、ちょっとどうしよう。お時間となりました。ヒカル様の合図に合わせて指差しをしていただきます。はい、ヒカル様お願いいたします。じゃあいきますよ。せーの。これほんと申し訳ないです。俺たちミッキーの何倍も困ってます。これ、ちょ、本当に。いや、まあ、それはそう。それはそう、それはそう。ほんまにごめんなさい。正直、みそぎでワンチャンみたいな、多分許さないと思うんですよ。もう本当に。悪いことしてるし。そうです。正直。それはそう。それはそう。単純になんか、ちょっと残れるって思ってるのが、寒い。はい。そこまで言う。そういう。あの裏の、あれ何、うん、いや、僕はもう、本当に大ファンだし、すごいけど、やっぱもう、ああいうことがあって、性欲強い人っていうやっぱイメージまでなっちゃったんで、ここはここで。下克上にちょっと花はいらない。花はいやもうガチなんで。あ
んだけ花どうこいつ、まあ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 そういうことっすよね、ここは。まあ逆に救われたと思うよこれね。まあ確かに、それは俺も、まあ、確かにこれで上がっちゃっても、これで上がってもね、だってもう美味しいところしかないもん今上がっちゃったらね、うん、ピカールにそれもらってね、はい、いやでもまあいいと思う、俺は2人の方が見たいし。そうっすね、それは思ってました。ミッキーの確かにここがピークです、はい、ここがピークです、はい、ここがピー ク, ピーク、あれこれで入ってきた時がピークだったんだね。ちょっとホッとしてますミッキーが脱落し、ジョージと氷川が決勝進出。では次のチームの方どうぞお入りください。ここはちょっと面白い。ここはね、ここはちょっと何か起きそうな気がするな、うん、あ、いや、ここは二人が友達だもんな。そうなんですよね、友達を組んでやるのか、では今から5分間の話し合いをしていただきます。用意スタート。喋っていい？俺から。いいよ。じゃあ本音、マジの本音で話すと、もう一番仲いいやん、あの他のグループより。もうそろそろ、うん、めっちゃ待ち合い室でも喋ったり、うん、まあ、めっちゃ仲いいし、うん、誰も捨てたくないねんけど、うん、やっぱ半年間 YouTube 一緒にやってるやんせやな、うん、そもあるし、毎日ほぼ会ってるし、せやな、うん、うん、で、俺そのグループのリーダーやけど、うん、ね、ちゃんとこんなクズやけどついてきてくれてもう、うん、ここはもう申し訳ないけど捨てきれへんなって。なるほどね。もうキュッグってくる胸。いや俺はな、運営が悪いなほんまにだって急にやで、仲良くやってたのにさ、急に一人 死ねえみたいな言うてるわけやんか、うん、いやそうなんよな、普通にまあやってたから、うん、いやそれはあるし、うん、友達っていうのもあるし、うん、まあ俺もそうなるから普通に考えたら、うんうんうん、まあ俺はもう他に別に言うことないかな、うん、まあ俺が最後に言えるのが、まああれだね、まあそこの中もわかるし、うん、とりあえずまあジョージ落としてあの時一番盛り上がったし、うん、まあ仲いいのは間違いないっていうのと、うん、一番多分俺らがあの時一番熱い戦いしたっていうのは間違いなくて、うん、で俺から最後に提案するのは、俺も最後まで諦めたくないし、うん、正直最後に伝えると、うん、まあ例えばだけど今後最後の本戦で頭脳プレーみたいなのがあったら、そこで優勝できるのはまあオーディションのジョージさんの言葉借りるわけじゃないけど、まあそれは俺の方が確率高いかなっていうのと、ね、と俺は優勝した時に300万ずつ分配する。あー、なるほど。それは間違いない。でしかもどっちかが残ってで、どっちかが勝った場合はそれはもう2人で分けてもそいつが持ってってもいい。俺が勝った時は300万ずつ分配する。なるほどね。っていうのと、まあ、今俺が提示できるのはまあそれで、まあ、とりあえず一旦じゃんけんだけして、でその結果とりあえず結果だけ見てその後指さすのはまあそこはもう2人に任せる、うん、なるほど。じゃんけんすね。じゃんけん、じゃんけんをしたい。いいよ、一回やろうか。とりあえずな、一回か。それで俺が負けたらいい、もうそれで終わり。オッケー。だけど諦めたんから、うん、まずやな、一旦じゃんけんだけはしたい。しかも先勝ったのもあれな。でも俺は正直ここの顔と何でもいける度胸でここのチームを選んだのは俺だから絶対勝ち上がれるなと思ったから声かけたし、うん、だからまあ俺も捨てたくないよ本当は。最後はちょっと、うん、いいよ、じゃんけんだけはしたい。じゃんけんだけね。いくね、うん、最初はグー、じゃんけんほい。 OK、 じゃあお前ら二人に託すわ。あ、大丈夫っす。はい、では、決まったみたいなので、はい、それではヒカル様の合図に合わせて指差しを行っていただきます。はい、じゃあ、行きますよ。せーの。刺さない。はい、というわけで、14番と10番が、最終ステージ、進出決定です。ありがとうございます。頑張るわこれがね、このゲームの残酷さなんですよね。だから仲のいい2人を仲間にしてしまったっていうところから、もしかしたら、ね、うん、そうなんですよね。そうなんですよ。3人の中に自分が孤立している状態が作ってたのが
店だったのかもしれないですね。ちなみに2人は買ったら分けるってこと？いや、普通に自分でもガチ勝負で、そこはテキスト普通に。あ、なるほどね、はい、もちろんもちろん。ナオトが脱落し、 YouTube でグループを組んでいるナオキングと巧みなカウが決勝進出。それでは次のチームの方、どうぞお入りください。あ、ラスト最後ですね。一番読めない、わからん、わかんないな、本当にわかんないというかなんか本当に色物が集まった。しかも、しかもなんかハリボテの仲良さみたいな感じですもんね、結構接点が見えない、たまたま集まった3人みたいなね。それではこの中から1名の脱落者を決めていただきます。話し合いは5分間です。用意スタート。いや、はい、まずちょっとまず言わせてください、まず、まあ、予選一緒だったじゃないですか、まあ、ちょっとさっきあそこで撮影した時も、まあ、2人の絆は固いみたいな、まあ、言ってたじゃないですか、まあ、一回それなしにしましょう。なんで？なんで？一回フラットに考えましょう。一旦フラットに考えたら、俺思ったんですよ、マジで強敵です。一旦フラットに考えてくださいよ。これはマジで強敵ですよ。あの会話見ました、リタ君。まあ私に行くんだね。いや、私は逆に考えてたのは、さっきだって3人で戦った時に勝ち上がったのは私たちじゃん、勝ったのはさ、2人で勝ったわけじゃん。確かに。でも今のを聞いて私はもう完全にこっちに行ってる。いや、高千穂さんまだ早いです、それ。うん、だってもうさ、じゃあ、そうだ、リタさんは僕いいっすか。僕あのそう来るなら、あの僕あの芸人やってるじゃないですか、芸人さんやってるじゃないですか、はいはい、僕も 5G っていう YouTube チャンネルやってるんですけど、全然その目が出なくて、なんか下積みでめっちゃ苦しいんですよ、はいはい、なんでそういう気持ちは分かってくれるかなって。なんかこれは今ちょっともうマジで分かりますからね、気持ち。いや、本当に違います。これで分かんなくなる。これマジなんですよ。今転がしたの分かってる？分かってますよもう分かってない時点でダメじゃん。いや、もう全部分かった上で。もうさっき、つか申し訳ないけど、言うけど、もうフラグ回収したいの、私は。いや、フラグ回収とかもさっき3人でコメントをそこでしたのさ、あれがもうあんなことになる。もうあんな完全にフラグ回収じゃん。それはいらないっすそれはいらないいるやん。それじゃないっす、今は。もう私はすごい、あ、もうこのためにあの発言したんだと思ったし、いや、でもなんか今更いや、違う、本当に思ったし。いや、もうでもね、ワンチャン結構危ういっすよ。本当にいいんですか。いや、ここが組むっていうのもありっすからねマジで。いや、誰なの。いや、信用できないよ。そういうこともあるよって。ちょっとコロコロ変わりすぎよね。そういうところもあるよって。でも正直いうことなんですよ。私からすると、まあ、はいはい、本当はね、まあ、さっき最初に言ったけど、でも本当にずっともうこのゲームを聞いた時に、やっぱずっと本当予選から一緒にやってきたの。まあ、そうだ、リダ君ってね、そのじゃんけんもそうなんです、揃って運はめちゃくちゃ、そうそう、で、めちゃめちゃ、うわ、よかったみたいなのがあったから、私はもうめちゃめちゃなんかこう、あー、なんかこのまま2人で次も行きたいっていう気持ちしかない、正直。うん、そうっす。あの、一旦フラットにフラットにできないんですよ、ここまで一回ね、だからそれ良くないっす。その考えマジ良くないっす。凝り固まってる。リタ君、まあ、確かに本当に考えてみて。強いよ、残ったら負けるよ。俺はマジで弱いから弱い、本当に弱いから。それは違うじゃん。いや、俺はもうマジで弱い。それはここまで来てるから。いや、そうだよ、雑魚。1000万取りに行くのが普通でしょ。いや、俺は次の勝負取りに行かないまで。ここで弱いわ。だから嘘だよ、本当に弱いわ。それはダメ。それはだって、あなたは強いです。だって逆に弱いって言ってんだったら勝ち上がる必要がないじゃん、ここで。次多分個人戦ですからね。そうだよ、もう弱いって言ってたら勝ち上がる必要、だって勝つ気ないじゃん。いや、でもね、弱いなりに頑張ろう。だったら私は勝つ気ある人と一緒に盛り上げたいの。ただ高千穂さんもちょっともう色物はここまででいいっす言っておくけどね。いや、マジでここまでで大丈夫です。あんた言っておくけど、色物って私別に着たい服着て着たい格好して、これが私なの。それはじゃあごめんなさい。じゃあ、あんたはその服着たくて着てんの。謝りましたから、もう責めないでください、ね、それ以上謝ったじゃないですか。ごめんなさいって言ったんで、もうそれはもう責めないでください。でも私はもうごめん、はい、私はでもしょ、でもね、多分心取り合いってことですよね。ここはもうそうだと思う、うん、結局ね。まあ、俺はまあ、リタ君、最初から君に決めてたどこにおった最初。もうマジでどこにおった。
ここでここ勝ったらもうおもんないわ、まあ、それはなんかもうできレースできレースちゃう。なんで、だってそれはしょうがないじゃん。そんなカリカリしないでくださいよ。カリカリしてないでもうそれはじゃん、だってすごい言ってくるから。だって私はもうここに決めてるって言ってるわけだから。僕もここに決めてるって言ってるわけじゃん。一つ引っかかったのがなんか、はい、シナさんがこっち行った時になんで僕に来たの、また僕に来たの。あ、最初どういう 出方をするのかなっていうのをすごい見たかった。いや、なんかだって私はもうフラグ回収するな。私はフラグ回収、そう、さっきもう3人でコメントでもここ残り10秒それ分かるとして、残り10秒ですよ。一番最初に高橋さん狙った、もう君しかいない以上。いや、もうじゃあ決めてもらおう。よしね、 OK です。お時間です。それでは光様の合図に合わせて指差しをしていただきます。光様お願いいたします。もう決まりましたか。はいはい、はい、いきます。せーの。おー、 あんたたち頭いい。すいません、最後罪悪感なく殺せるかなと思って。いや、ボコボコにしてるからな。いや、絶対負けるよ。おかしいやろ。いや、負けるみたいだろ。いや、大丈夫。よっしゃ、これすごいな。こういう人ほど強いのよ、あんた。やかましや、やかましや。ほら、こうやってすぐ出てくるでしょ。いや、ちゃんと、ちゃんときっちりやります。次、次、次。高中が脱落し、リタ君とシナが決勝進出。これで8人の決勝進出者が決定。一体誰が1000万円を手にするのか。あの、あれなんですよ、これってなんか今カジノレオが勝手に賞レースをやってるんですよ。勝手に賞レース、そう、勝手にやってるんですよ、あいつが。あ、要は下克上の優勝者を当てるって、そうそう、当てるみたいな。それめっちゃ面白いじゃんっつって。あ、なるほどね、はい、一応僕たちもこう、あの、当てたいなと思ってるんで、誰が優勝するかをちょっと聞いていきたいなと思ってるんで。宇治原さんどうですか。いや、ちょっと2つあげていいですか。はい、ジョージか匠中尾かなっていう。あ、強いんですよね、確かにね。やっぱ僕、さっきの4番ですか。4番は確かにうまかった。うまがいい。あのキャラで一番もう毒図みたいなキャラを最初から走ってきてここまで残るって。なるほどね、よほどのやり手じゃないと。そうですね、あんな本当に嫌われる人じゃないですか。一番最初裏切ってますからね。そうなんです、そうなんですね。めっちゃ裏切り続けてるのにもう最終ステージまで来てるっていうのはやっぱその実力があるからなのかな。まあね、確かにふさわしいですよね。確かにね、まさに下克上じゃないですか。もういろんな人裏切って裏切ってここまで来てる。大吾さん何かあります？誰か。カニさん。あ、シシャモ。多分あの人間って3分ぐらい喋れば大体 IQ 分かるんですよ、はい、誰でも頭いいかどうか。彼が多分一番 IQ は高い。だからおそらく推論とか IQ が必要なゲームが次来たら、うん、彼はかなり強いです。あの戦いで分かったことですね、話し合いの、はい、確かに。あの時にシシャモ無双してましたからね。確かに彼だけは相手がどう出てくるかを予測して言葉を投げてたじゃないですか。はい、言い方がキモい、はい、用意して言ってるじゃないですか、はいはいはい、あれをすると心理戦ではめちゃくちゃ強いんですよ。相手が次どっち出るか分かった状態でかけれるんで。なるほど。じゃないとただの運試しになっちゃうんで、彼だけは唯一心理戦の素養はあります、今までの。すごいすごい目線だ。ヒカルさん誰かいるんですか。いや、僕はね、やっぱね、こういうのってなんだかんだ運を持ったやつは勝っちゃうんじゃないかなって思ってはいるんですよ、はいはい、そういう意味では氷川君は異常な運を持ってると思うんですよ。確かに、うん、確かに。敗者復活からの勝ち上がり方、はい、視聴者に愛された男として、はい、まあそのまま行っちゃうっていう可能性もあるかなっていう。確かに、うん、やっぱみんな冷静さ失ってるんで、はいはいはい、駆け引きできるぐらいのそこまで持っていけるのかなって自分も。それは確かに。そうですね、うん、そのじゃんけんの時も思ったけど、うん、意外とそんな簡単なこと思いつかないんだっていうのはあるかもしれないじゃないですか、うんうん、そうなった時に確かに運は強いかなって。でもここまで来たらもうほんと8分の1なんで、俺ちょっと思ったんですけど、カジノレオここでちゃんとこうかけれるのかなってちょっと気になるところなんですよ。このタイミングでかけれたら結構な確率当たりますからね。8分の1なんて。しかも結構性格も出てるっていう、まあもちろん次の対戦内容が分かんないんで何とも予想できないんですけど、うん、まあでも次はちゃんとこの決勝戦にふさわしい内容になってるかなと思いますね。
まあ、大吾さんをなぜ用意したのかっていうのもね。なるほど。そうですね。はい。まあ、その辺もね、ちょっとね、次回のラストゲーム、はい、はい、楽しみにしてもらえたらなと思います。はい。さあ、ついに決勝戦です。今から皆様にはトーナメント制であるゲームを1対1で行っていただきます。計10枚のカードをお渡しします。せーの。おお、流れを変えた。変えた。あれ、勝ちました。俺6か5でしょ。せーの。おお、完全に怖い怖い怖い。みたいだな、この世界で僕は何を守ればいいのかわからないや。何回裏切られても僕はまた誰かを愛するべきか。嘘みたいだな、君の声が時々針のように笑ってた。僕らの毎日を思い出せないくらいに。